袖の磯です。今回は27枚目シングルごめんねフィンガーズクロストのグッズが販売されてるんで見ていきましょう。おい、まず今回の一次販売の受付期間なんですけど、6月13日の12時から7月5日の23時までで、予約販売ではないので、なくなり次第終了となるんで、まあ、このシングルのグッズね、結構人気なグッズもね、あると思うので、その辺はね、欲しい人は早めに、もしかしたらこの動画出てくる頃にもうすでに、売り切れてるグッズなんかもね、あるかもしれないんですけど、まあ、とにかく早めにね、買ってた方がいいんじゃないかなと思います。届け目安は7月23日まで配送で、公式ツイッターには7月25日のミークリーまでに届くみたいな感じで書いてあったんで、今回見てパキッたってメンバーに見せられるっていう、見せる人いるのか。でまあこのシングルのねグッズは僕を好きになる以来、そう当たり前やないかい、ごめんねフィンガーズクロスの前は僕は僕を好きになるのから当たり前やないかいって感じなんですけども、今回の27枚目シングルも素晴らしいグッズが揃ってます。まず T シャツ税込み3000円、この T シャツはね白にもうアーシャがドンとプリントされてるっていう、まあシンプルだけども普段着れるか着れないかで言ったら僕は着れないですね。飾る用とか、まあ、乃木坂のライブ行く用とかね、それぐらいでしか着れない。だってもう乃木坂よ、歩いてさ乃木坂って言ってるようなもんだからね。で、まあ、裏は小さく、ごめんねフィンガーズクロストの文字が書いてあるって感じです。はい、次マフラータオル税込み1850円、これめっちゃおしゃれじゃない。1枚のマフラータオルが5等分されててそれぞれ違う色になってるっていう、赤黄色っぽいオレンジ、水色、ピンク、紫みたいな感じで、こうなんかいろんなさ色使っちゃうと合わないみたいな時あるけど、これはもう信じられないぐらいね合っててめっちゃおしゃれなんよ。で文字ね、27枚シングルとは書いてないよ、乃木坂46ごめんねフィンガーズクロストって書いてあって、めちゃくちゃおしゃれなマフラータオル。はい、次ビーニポスター税込み1100円、僕このビーニポスターとか他のグッズの、ね、ラインナップ見て、ごめんねフィンガーズクロストのカラーが初めて赤だって知りました。なんと全体のアーシャがドンと映ってて、このアーシャ映ってないアンダーメンバーと4世メンバーが下にいて、ジャケ写もあってっていう感じですね。はい、次フォトアルバム税込み1850円、これも毎回人気よね。フォトアルバムも毎回人気だから売り切れ候補の一つのグッズなんじゃないかなと思うんですけど、まあアーシャとジャケ写っていう感じで、背拍子とジャケ写の方は背景赤になってて、だからこれ閉じた時に、まあ、アーシャの方だけ見たら赤じゃないけど裏見たらめちゃめちゃ真っ赤みたいなことも楽しめると。はい、次ショーキーホルダー税込み1250円、これめちゃくちゃ可愛くないですか。キーホルダーになるとよりこう可愛さが増してるなって感じがして、めっちゃいいっすねこの衣装キーホルダー。はい、次 CD 型キーホルダー税込み1250円、まあこれはね CD のタイプ A のジャケシャと CD のディスクがこう縦になってるキーホルダーっていうことで、タイプ A のジャケシャが好きな人なんかはめちゃめちゃいいと思います。ちなみにそれ僕です。はい、次ポストカードブック税込み1850円、まあこれはね全員分43人分のポストカードが入った、まあ、ブックっていうことで、まあ、このサンプルのね9人だけ見てももう全然それぞれ違うジャケシャ撮ったところで撮ってるから、アスカちゃんだったらこの紙吹雪っていうのもう映ってるし、アスカちゃんとかサクちゃんだったらシャボン玉映ってるし、マイチュンとかだったらその色のね、ジャケシャのや背景にあったカーテンみたいなやつ、色カラフルな色のカーテンみたいなやつに、なってて、それぞれメンバーによってね違うんじゃないかなと思います。はい、次はクリアファイル A 税込み600円、このクリアファイルは表というか裏というか、片面は選抜の全体のアーシャになってて、裏はアンダーメンバーと4期生のアーシャというかが映ってるっていう感じですね。はい、次クリアファイル B 税込み600円、こっちのね B はジャケシャですね。片面ジャケシャ5枚、通常版タイプ A から通常版まであって、裏はごめんねフィンガーズクロスっていう文字が書いてあるっていう。今回のジャケシャは結構好きな人多いと思うんで、さっきのねなんかのグッズでも言いましたけど、このジャケシャ好きな人とかはクリアファイル B めちゃめちゃいいと思います。はい、次個別ミニタオル税込み850円、いや今回もめちゃめちゃおしゃれよ。特に文字のところ、名前とごめんねフィンガーズクロスの文字のところがめちゃくちゃおしゃれで、これも多分メンバーによって全然背景とか違ってくると思うんで、真田さんはね通常版のねジャケシャにいたからこういう感じの背景になってますけど、まあ、アスカちゃんとかそれぞれタイプ A からタイプ D まで、いたメンバーとか結構違う感じにねなってるんじゃないかなと思います。はい、次個別全身アクリルキーホルダー税込み1250円、これは27枚目シングルの制服を着たメンバーの全身アクリルキーホルダーということでね、まあ今回の制服もいいからね、毎シングルいいけど今回のもめちゃくちゃいいから薄紫で、あと赤色でね名前もあると思うんですけど、僕は正直ここ赤じゃなくて、まあ、ごめんねフィンガーズクロスのねそのカラーが赤だっていうのは分かるんですけど、まあ、なんか紫とかそれの感じの方が良かったんじゃないかなっていう気はしますけど、まあ、でもめちゃめちゃいい、めちゃめちゃいい。はい、次個別スクエアガマチ税込み1100円、これもおしゃれ、まあ、ミニタオルと同じような感じになってると思うんですけど、まあ、表はメンバーのね写真
と裏はね名前とっていう感じで、裏がクソおしゃれじゃない？裏で飾っといてもめちゃめちゃ映えそうな感じ。まあもちろんメンバーが映ってる表からねいいのは変わりないですけどね。はい、次個別チケットルだぜ、込み1600円、帰ってきましたね。まあ、僕は僕を好きになると幸せの場所の時もなかったんだっけ、あったんだっけ、忘れちゃったけど、久々の個別チケホル来た。これを待ってたって人結構多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ、今年全通もあるし、これ買ってね、これにチケット入れていくっていうのもね、めちゃめちゃいいと思うし、27名シングルの制服で、で、カラーは赤っていう感じですね。はい、次、ラスト個別クリアファイル税込み600円。これ全部でね、11まであるんですけど、11種類あるんですけど、名前54順に真夏さんから4人ずつクリアファイル1つに4人が映ってるっていう感じなんですけど、まあ、最後はね3人に、ね、人数の関係でなってるんですけど、まあお自分のね推しがいるところをぜひね買ってもらって、推しがね複数いる人とかかぶってたらもう最高よね。かそんなことなかなかないと思うけど、逆に推しが複数いてどっち買おうかな、どれ買おうかなみたいにね悩む人もいると思うんですけど、まあ、このクリアファイルもすごいおしゃれなデザインなんで、もうめちゃめちゃ複数枚買っても全然いいと思います。はい、ということで27シングルごめんねフィンガーズクロスのグッズ全部でこんな感じだったんですけど、いや全体的にすごいおしゃれだし、今回の全体の味は個人的にめっちゃ好きなんで、それが使われてるだけでめっちゃいいグッズになるし、あとはやっぱりチキホールが復活したってのが最高よね。まあ、僕が買うかどうかは置いといてね。まあ、そんな感じなんでね、皆さん売り切れないうちに早めに自分が欲しいグッズ買ってもらえたらなと思います。まあこの後もね第2次とかでね予約販売とかもあると思うんで、まあ、グッズがね買えないってことはないと思うんですけど、1次販売で買いたい人はもう早めに買っちゃってください。ということで今回はこれで終わりたいと思います。ぜひチャンネル登録、高評価、フォロー、コメントよろしくお願いします。バイバイ。